はい、今日の試合非常に残念な結果となりましたが、皆様気を新たによろしくお願いいたします。はい、それではまずは明日の相手広島倒せコールを北まで広島倒せドラゴンズ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 。はい、それでは今日の鬱憤を晴らすべくチャンス電話メドレー大きな声でお願いいたします。チャンステーマ2の相手チーム名は広島、選手名はドラゴンズでお願いいたします。ジェット風船お持ちでしょうか。今から膨らますの。お持ちでない方っていらっしゃいます。あら、結構
これ10秒で膨らませれるのか、そんなすぐじゃなかった。お持ちでない方、あちらにドラゴンズの職員さんが今風船持って走っていったんで、JR 東海の方かな、そちらに風船ございますのでよろしくお願いいたします。はい、風船を膨らましながらでいいんでちょっと聞いてください。我々中日ドラゴンズ応援団では、来季から、共に活動していただける仲間を現在探しております。もしご興味がある方いらっしゃいましたら、各地、全国各地、球場どこでもいいんで、団員に声かけていただくか、もしくはインターネットを検索していただければ、中日ドラゴンズ応援団検索していただければ出ますんで、そちらのメールフォームからお問い合わせをよろしくお願いいたします。はい、皆様準備はよろしいでしょうか。それでは大きな声で燃えよドラゴン。
最高の応援いただき本当にありがとうございました。大きな拍手を送りください。中日ドラゴンズ応援団の皆さんでした。以上でグラウンドで二次会を終了とさせていただきます。なおこのグラウンドで二次会明日も開催します。明日こそ勝ってやりましょう。皆さん明日もご来場お待ちしています。チケット若干ゆとりがあるとのこと、若干ゆとりがあるとのことです。ぜひお誘い合わせの上、明日も名古屋ドームに足を運んでください。今日は最後の最後まで残っていただき本当にありがとうございました。皆さんお気をつけてお帰りくださいませ。今日も魂込めてもろもろコールさせていただきました。ドラゴンズナビゲーター長谷川匠でした。皆さん本当にありがとうございました。